私が。ダメ。ここにいるわよ。悪かったわね、呼び出して。一応話しておいた方がいいかなって。聞きたくなかったら帰っていいよ。大した記憶じゃないんだけどね、私の友達の記憶。思い出したのは誰かの笑い声、それからハンバーガー屋のポテトの味。学校帰り、駅のトイレで私服に着替えてね、メイクして髪巻いて街に出るの。お小遣いがある時はカラオケ行って、喉が枯れるまでみんなで歌って踊ってた。でお金がない時はハンバーガー屋、 LL サイズのポテトをみんなでつついて、恋バナとか先生のモノマネとか、ほんとくだんない話ばっかりずーっと喋り続けてた。うん、みんなの顔が思い出せる。サチはメイクのテクがすごくて、すっぴんは別人、詐欺を超えて魔法なんて言われてた。奥手のマナが他校の男子に一目惚れした時は毎日会議して告白作戦練ったな。みんなでおそろのネイルにしたり、スマホの呼び出し音同じにしたり。きっと嫌なこともたくさんあったのに、戻ってきた記憶って楽しい思い出ばっかりなんだ。ほんと、ずるいよね。もう二度と会えないのに、みんな元気にしてるのかな。何よ、そんな顔しないでってば。私がすっごく不幸な子みたいじゃん。そりゃ寂しいし会いたいけどさ。いいんだよ、思い出は思い出。私は今を生きる。今の私はオンリーワンでナンバーワン、みんなの憧れ、チーム C のリーダー。それでいいんだよ。さーてと、話はおしまい。それじゃあ私帰るね。また明日ね、マスター。ここで一体焼いておいて、ドラム缶から入ってたドーンって、もう一体。嘘、やられる。ああ、もうリロードリロード。マスター、なんだ、もう来ちゃったんだ。うん、私が今プレイしてたのはフィールソーバットってゲームなの。そう、なのに私一発クリアできちゃったんだ。だって全部覚えてるんだもん。操作方法もマップも裏技も。やっぱりそうだよね、キャラじゃない。私もずっとそう思ってた。自分にゲームなんて似合わないって。だから家ではずっとゲームしてるのに、みんなに惹かれるのが嫌で隠してた。でも本当は大好きだったんだ。 FSB も難易度とグロ描写ばっかり話題になるけど、実はシナリオが超いいんだよ。最後に人類の命か家族の命か、主人公は選択を迫られるので、どちらか選ばないまま時間切れになるとゾンビの大群が襲いかかってくるのね。普通じゃ絶対クリアできない難度だから、一般的にはデッドエンドって言われてるんだけど、
そこを味方側のロストなしでクリアしたら、みんなが救われるトゥルーエンドに。あ、ごめん。今の私、完全にオタクだった。引いた？私、あんまり頭良くないからさ。大事なことは全部ゲームに教えてもらったんだ。家族の絆も、友達との付き合い方も、歌やダンスだって、初めはリズムゲーで覚えたしね。この気持ち、思い出せてよかったよ。ありがとう、マスター。ねえ、今度 FSB で対戦プレイしようよ。ダメ。他にできそうな人いないもん。思い出させた責任、取ってもらわなきゃ。約束。だからね。で待ってたら、なんかいろいろ考えちゃって。ほら、この間話したでしょ？家ではずっとゲームしてたって。思い出したんだ。植木鉢の下から鍵を取り出してさ。暗いキッチン、誰もいないダイニング。ただいまって言っても誰も答えてくれなくて、急いで明かりをつけるの。変だよね。顔も思い出せないんだ。思い出したのは、机の上のメモだけ。これで何か食べてね。私は、一人ぼっちだった。その寂しさを思い出したわ。おしゃれもゲームも、全部反動だったってことよね。そんな顔しないでよ。こっちまで暗くなるじゃない。もう一つ思い出したこともあるの。私、一人だったから結構料理とかできるみたいよ。レシピもはっきり覚えてるから、今度振る舞ってあげるわ。任せなさい。楽しみにしててよね、マスター。あ、マスター、来てくれたんだ。前に言ったよね。私、ずっと鍵っ子だったって。その理由、思い出したの。私の一番、大切なものの記憶。丘の上の白い大きな建物。私は、その外でずっと待ってた。パパとママが戻ってくるの。私ね、妹がいたんだ。生まれつき体が弱くて、小さい頃からほとんどずっと入院してたの。治療費のために、パパとママは病院と職場の往復。休みの日は、病院で妹に付きっきりだった。私もお見舞いに行きたかったけど。だけど、妹とは仲良しだったんだよ。毎日メールしてて、学校のことも友達のことも何でも話せる親友。ううん。もう一人の自分みたいな存在だった。妹はいつも私のことを羨ましがってた。健康で、どこにでも自由に行ける、お姉ちゃんみたいになりたいって。妹はさ、おしゃれが大好きでさ。退院したら、私とショップ巡りしたいんだって。だから、私は妹のためにおしゃれして、メイクして、雑誌だって読んでさ、ずっと、その日を待ってたんだ。あの子、どうしてるのかな？パパやママは、まだ、なんて、気にしても仕方ないよね。向こうは、私のことなんて覚えてないんだし。だけど、元気になってたらいいな。わ
私とあの子が好きだった。あの子の。はい、リラックスしてね。見合わせて。怖いけど、この子って、二人で頑張ろうって誓い合ったよね。信じてた。一人きりも寂しいのも、これで全部終わるんだって信じてたのに。嘘つき、嘘つき、嘘つき。なんて言った？すぐ終わるって言った。なに、だって今全部嘘だった。お疲れ。ううん、その逆。すっごくいい記憶だったわ。聞くでしょ？うん。まだ妹が外に出られてた時の記憶だった。一緒に街に繰り出して含みに行ったり、ブリ取ったり、クレープ食べたり。妹はピンクが好きでね、小物とか全部ピンクで揃えてたんだよ。約束の時間ギリまで遊んで、ママに怒られた。でもパパは甘いからかばってくれたんだ。そういう記憶。当然、だって姉妹だもん。だけどどっちかっていうと、私の方が影響を受けてたかな。新しくできたショップなんかは妹の方が詳しかった。アンテナが超鋭い子でね、楽しいこととか流行るものとか見つけるの得意で、すごく元気だったんだよ。ちょっと、もう、なんであんたがそんな顔してんの？あたしより暗い顔してるから、天中。あたしは大丈夫よ。なんか、前よりも自分のことが好きなんだ。きっとあたしの中に、あの子がいるからだと思う。じゃあ、話はそれだけだから。
聞いてくれてありがとね。マスターってさ、好きな食べ物って何？いつも思うんだけど、私たちばっか記憶喋ってずるいよね。だから今日はあんたのこと教えなさい。だって絶対フェアじゃないじゃん。家族構成は？好きな食べ物は？気になる子。はあ？バッカじゃないの？なんで私がマスターの好きな子気にするのよ。なしなしなし、今のないから。違うんだから、調子に乗らないでよね。まあいいわ、別にあんたのことなんて興味ないから。今回はごちそうの記憶よ。オムライスにサーモンのキノコソースムニエル、野菜と鶏肉のポトフにクルトンのサラダ、それに豆乳ショートケーキ。そうでしょそうでしょ。たまにだけどね、外出許可が出てみんなでご飯食べれたんだ。だから美味しいもの食べようってなるんだけど、食事の制限あるし、何より長時間外にいると疲れちゃうでしょ。で、このアヤ様の出番ってわけ。そういうこと。ねえ、前に一人ぼっちだから料理してたって言ってたの覚えてる？一人だったからじゃないの。みんなで食べるために料理の練習してたんだよ。それがなんか嬉しくて。マスターは何でも美味しいって言うから、あんまり当てにならないんだけどね。ねえ、お昼まだなんでしょ？特別に、アヤ様が好きなもの作ってあげるわ。光栄に思いなさい。何よ、その嬉しそうな顔。嫌いなものも作るんだから、覚悟しなさいよ。ちょっとだけ。でもいいわ。私が呼び出したんだし、記憶思い出したんだけど、また友達のことだったの。ゲームし始めたきっかけの記憶だった。覚えてたの？ふーん、ちょっと見直した。聞こえないように言ったの、察しなさい。今回はその子たちじゃないの。もっと全然毛色の違う。その子はね、いつもクラスの端っこで本ばかり読んでた。すっごい分厚い本なのに、ほぼ毎日違うんだよ。それで気になって、本面白いって、ちょっと声かけただけなのに、すごく慌てちゃって、真っ赤になっちゃうとこもなんか可愛くて、もっと話してみたいなって思ったんだ。だね。その子もそう言ってた。それでね、笑わないでよ。私のこと、その、憧れてたんだって。なんか、そんなのも新鮮で、結構オタクって感じの子だったんだけど、おしゃれなこと教えてって言ってくれたの。だから私は、代わりにその子に漫画とかゲームとか、それ系のことを教えてもらってたんだ。うん。それからかな、ゲームするようになったの。その子はいつも、私なんかといて楽しいっ
って願い事ばっか聞いてくるんだけどね。バカだよね。楽しいから好きだから一緒にいるの。自分の知らない世界のことをいっぱい知ってて、私の方がその子に憧れてる節あったよ。うん。でもどうしても名前が思い出せないんだ。大切なことなのにね。名前が分かんなかったらまた会えた時呼べないじゃん。ママ、どうしたの？泣かないで。お腹痛いの？よーしよーし。どう？もう痛いの飛んでった？お、リナちゃん？リナちゃんがどうしたの？病気？さあ、私、看護師さんになるよ。だってお姉ちゃんだもん。リナちゃんのことは私が守るよ。だから大丈夫だよ。だから泣かないで、ママ、パパ。大丈夫、大丈夫。もう終わったことだから。あれは終わったことだから。大丈夫。もうやだ。これ以上知りたくない。だってこの先は。以上で説明は終わりです。何か質問はありますか？あの、これで本当にリナは楽になるんですか？もちろんです。手術もそんなに難しいものじゃない。安全だし、想像よりもすぐに終わるよ。でも驚いたな。え？こういう時の質問で相手のことを心配できる人はそういない。妹さんは素晴らしいお姉さんをお持ちだ。そんなの当たり前じゃないですか。リナはずっとずっと辛い思いをしてきた。私も痛みに耐えて頑張ってくれたんです。私も家族のために、私だって。ではこちらにサインを。はい。あれ、先生、これって死亡診断書って。やだ、すごい汗。悪夢、そう、悪夢だよ。だってあれはそんなんじゃなかった。間違いなかったもん。ちゃんと同意書って書いてあったもん。音楽が聞こえる。私とあの子が好きだったあの歌詞の応援歌。はい、リラックスしてね。音楽に合わせてゆっくり深呼吸して。手術は怖いけど、この曲を聴いて二人で頑張ろうって誓い合ったよね。全然痛くないからね。目が覚めたら全部終わってるから。そう信じてた。一人きりも寂しいのもこれで全部終わるんだって。
信じてたのに。嘘つき嘘つき嘘つき、安全だって言った、すぐ終わるって言った、みんなで一緒に暮らせるんだって、全部嘘だった。熱い、苦しい、痛い、まるで生きたままゾンビになったみたい。そんな、どうしてこの子まで。これは明らかに医療ミスだ。司法の場で説明責任を果たしてもらいますよ。いやだ、行かないで行かないで行かないで、私頑張ったのに、みんなで一緒に暮らすために。無理しないで、そばにいて、あの子にするみたいに私を褒めて。どうして遠くに行っちゃうの。痛いよ、怖いよ、寂しいよ。これ以上の治療はもう、あの子の手術が成功したことを救いと思う。妹思いの子だったからきっと喜んでくれる。バカじゃないの、私そこまで天使じゃないよ。死にたくないよ、喜んでないよ。あの子が死ねばよかったのに。今度は私が苦しむ番。あの子の体を羨んだ。あの子の病に嫉妬した。あの子の死を一瞬でも願った。これは、私への罰ゲーム。私たちはずっと一緒だった。化けられたのはあの時、あの子が倒れてそのまま入院した日。その日から二人一緒じゃなくなった。もう取り替えられなくなった。私たちはもう別の何かになってしまった。だから特別なのは私じゃないって、あの子の方だって分かっちゃった。あの子がいる限り私は後回し、あの子がいる限り。それを妬んだのが私の罪。でもあの子を救えるのは私だけだった。やっと私の番が戻ってきた。それを誇った私への罰。そして永遠の別れの時がやってきた。リナと奇跡が二人を分かつと、私たちはずっと一緒。夢、違う、あれは私の、私たちの、私たち二人の。それで多分私の方に間違った処置がされちゃって、で責任はどこだとか言っているうちに、もう私はって感じで今ここにいるみたい。マスター、どうしたの、まさか泣いてる。ありがとう。今はもう平気だから。それに私たちに原因がないとも言い切れないし。ううん、何でもない。とにかく私は今生きてる。あの子もきっと生きているはず。だからちゃんと生きるの。生きなきゃダメなの。あの子は私のことを忘れているだろうけど、二人とも生きているんだから。はい、深刻なのここまでね。今からいつものあやちゃんに戻るから。うん、じゃあ
部屋に戻るね。マスター、聞いてくれてありがとう。もっとあの子と一緒にいたかった。一緒に買い物に行って、一緒にゲームして、おしゃれして、カラオケもして、美味しいものもいっぱい食べて。もっと家族一緒にいたかった。温泉とかいろんなとこ旅行したり、キャンプとかもしてみたり、やっぱり家が一番だねって。最後にお約束言ってみたり、あの子の病室以外で一緒にいたかった。これが運命。私たちは死を越えて違う道を歩き始めた。私はどっちが良かったんだろう。それはもちろん家族と過ごせる方でしょ？誰？そんな、まさか。選べるとしたら、どっちを選んだ？人形として惨めに生きるか、人間として尊厳を持って死ぬか。何す？それは違う。私たちとは関係ない。私は人形として惨めに生きることを選んだの。私は誰があなたを人形にしたの。私にはわからない。どうして思い出したんでしょ。その心臓どうやって手に入れたの？それは誰かに無理やり差し込まれた。思い出して、あのギアを。思い出して、ギアを持つ手を。思い出して、その手の先にある顔を。それは私。私をトールにした。違う、あの子が私を。家族を独り占めされて、挙句の果てに人としての尊厳も奪われて。取り返さないと。奪われたもの全て。そんなのもういい。もういいの。だってあの子はまだ生きている。だから取り戻せる。取り戻す。そう、だって何度もやったでしょ。髪飾りを取り替えて、服も取り替えて、誰にも見分けはつかない。だって同じ顔してるんだもの。見分けはつかない。病院の人も家族も見分けがつかなかった。何もかも同じだから。でも死ぬのは間違いなくあの子の方だった。あの子があのまますぐに死んでいれば。ダメ、そんなのダメ。なぜそう思ったじゃない。あの子が死ねばよかったのにって。今からでもあるべき状態に戻ればいい。いつでも入れ替わることができる。だって誰も覚えていないんだから。もう一人同じ顔同じ体の人間がいたことを。覚えてない。忘れないで。いつでもできる。望めば今すぐにでも。待って。
何何なの、私何をしてたの。夢、わからない、わからないけど胸が苦しい、体が熱い、助けて、マスター。そう、だからソフトクリームは渋谷のシルキーがおすすめなの。だけどね、ジェラートは。あ、ごめん、時間稼ぎしてるつもりはないんだ。話したくないわけじゃないの。ただね、自分でもどうしても認めたくないっていうか、自分のことを嫌いになっちゃいそうで怖くて、すごくドロドロした感情、多分嫉妬なのかな。そう、だからなんだかすごく嫌なんだ。例えばここ行ってみたいなって場所があるでしょ。でも妹が行けないからダメって。あれを食べたいも、ここに行きたいも、一人にしないでも、全部全部妹優先で、私そんな時こう思ってたの。私も同じ病気になったらって。ほんと最低だよね、自分で自分を軽蔑しちゃう。マスターも呆れたでしょ、私のこと嫌いになったでしょ。いいこと言うじゃん。変なとこ見せちゃったわね。恥ずかしいから10秒以内に忘れて。はい、行くわよ。1、2、3、4、5、10。ごきげんよう。そんな嫌そうな顔しないで。こっちまで同じ顔になっちゃうじゃない。意外と素直に認めるのね、自分の中の醜い感情を。隠したってしょうがないじゃない。そうね、隠しきれるような器用な頭じゃないからね。あの子はそうじゃなかったよね。隠し事なんてできなかった。まるで心を読んでいるみたいだった。それはそうよね、わかるに決まってる。同じ心と体で生きてたんだから。でも違ってしまってからはあの子だけが研ぎ澄まされていった。命が縮んだ分だけ心が洗練されたのかしら。置いていかれてしまった。あの子はもう手の届かない存在。そうだね。だからそれがどういう意味か深く考えずに思いを募らせてしまった。あの子になりたい。ここはあの子の部屋。誰も来ない、誰にも知られることはない。同じように死の淵にたどり着いたのに、私はまだあの子に慣れてない。あの子は引き返してしまったから、私だけがその一線を越えてしまったから。私たちの世界もう一度戻るよ。
思い出した。思い出したの。パパとママのこと。違うの。そんなのじゃなくって。顔とか、身長、細かい癖まで。あのね、パパはメガネをかけてて、背はこのくらいで。困ったら、頭をかく癖があって、ちょっとお腹がメタボ気味なの。ママはね。なんと、パパと同じくらいの身長で。なんで似なかったかな。すっごい悔しい。あ、でも、パパもママも大きいなら、これから伸びる可能性もあるよね。すごいんだよ。こうやって目を閉じるとね、二人の笑ってる顔が浮かぶの。のんびり屋で優しいパパと、うるさいけど頼りになるママ。でね、ここまで分かったんだから、探せないかなって。だって、顔を思い出したんだもん。事務所には禁止されてるけど、こっそりさ、最悪、山田を買収して、ネットの力を頼ればすぐに。あ、そっか、向こうも私のことを忘れてるんだっけ。私だけ思い出してもダメなんだよね。うん、平気。全然平気。だって、今はここが私の家だし、わかってるから。自分の立場。記憶を取り戻したとして、それが正しいことはどうやって証明すればいいのかしら。それは、自分がそう思うかどうか、それしかないでしょ。何よ、間違ってるっていうの。いいえ、その考え方は間違ってないと思うわ。でも、その答えは間違い。どういう意味？言ったままの意味よ。あなたが思い出したことは間違ってる。慕っていたのは間違いないけど、本当にいつもないものねだりだよね。あの子のことも、二人のことも、パパとママだもんね。それが間違ってるっていうの？ねえ、どういうこと？はぁ、やっぱり私たちに足りなかったのはそれよね。あ、でもあの子になれたら一緒に手に入るかもね。普通の家族が。あ、でも本当のパパとママはいらないかもね。最後には私を見捨てたんだし。あなたの言う通り、優しくしてくれたあの二人に新しいパパとママになってもらいましょうか。いや、いやあ。あら、もう限界なのかしら。じゃあ、続きはまた今度ね。ねえ、聞いて聞いて。今回の記憶はね、最高なの。私の誕生日の記憶。妹のことがあるから、いつもみたいに一人で留守番してたんだ。それを知ってるみんなが、家に集まってくれて。うん。だけど二人だけじゃないの。クラスの女子全員。そう、全員。前に話したゲームのことを教えてくれる子もいたよ。もうね、床が抜けちゃうんじゃないってくらいぎゅうぎゅうに集まって。
部屋いっぱい飾り付けして丸いケーキを切らずにみんなで食べっこしたんだけど、フォークが全然足りなくて割り箸で食べたの。チキンかじってクリスマスみたいって爆笑して、もうすっごく楽しかった。この前のパパとママの記憶でね、昔のことなんて思い出す意味あるのかなって正直ちょっとへこんでたんだけどさ、やっぱり力になるよね。楽しかったこと、大好きなものの記憶って、まあちょっと胸のあたりがギュッてするけど、これはいつものことだもん。記憶を取り戻した時のお決まりの痛み。見ててよマスター、私どんどん強くなるから、世界なんてこのアヤ様がサクッと救っちゃう。それで今度は私がパーティーを開くの。リビングを飾り付けてごちそうを作って、雪や山田みんなをびっくりさせてさ。ねえマスター、その時は絶対手伝ってよね。頼りにしてるんだから。どうしてかしらね、思い出していることは楽しいことばかりなのに、なぜこんなにも心が沈んでいくのか。気づいているのよね、間違っていることに。記憶が混濁して何が真実かわからないまま、マスターの前で進展を報告する。自分の調子がいいって思われたいからよね。自分が記憶を取り戻すことはいいことだって思いたいからよね。ねえ、聞いていい？あら意外、あなたの方からなんて。何を聞きたいの？あんたは。あの子に。思ったの？私あの子に見えてるの？どこら辺が？ねえ教えて！ねえってば！いや、その、はあ、なんだ、言ってみただけ？うん、そう、はあ、喜んで損しちゃった。あの子に少し近づけたと思ったの。私も聞いていい？好きにすれば。あなたはどっち？え？どっちの心が今のあなたの中にあるの？あの時どっちの誕生日をどこで祝ったんでしょうね。迷ってるのね。私はどっちでもいいと思ってるの。だってやることは同じでしょ。そう、やることは同じなの。それは私じゃないあの子になること。私は、さあもっと迷って、混ざり合って、どっちがどっちかわからなくなるまで。オッケー、じゃあこのくらいにしておきましょう。それにしてもあんたたち最近やる気よね。なんか変な感じもするけど、まあいい感じにレベルアップしてるってことね。アイヤも喜ぶわ。あれ、マスターじゃない、どうしたの？あ、それもしかして差し入れ？ありがとう。スイーツ？それとも和菓子？
やったー。じゃあ女子寮でみんなで食べよう。あたしお茶入れておくから。どう思うすか、あれ。あやさんが、あやさんじゃない時があります。はっはっは、何を意味不明なことを。と、ならないってことは、マスターみたいなニブチンにもわかるくらい、ヘンテコに見えるってことすかね。急に他人事な感じになったり、また急におせっかいな感じに戻ったり、なんか調子狂うんすよね。いきなり別人にでもなったのかって感じで。何か無理をしているのでしょうか。してたらわかると思うんすけどね。しかしそうも見えない。普通の時は普通で、ま、リーダーがあれじゃ自分らもやりにくいんでね。マスターもよろしくお願いします。くれてんのよ。何って？何のこと？とぼけないでよ。私におかしなことしてるでしょ。おかしなことね。この前お互い確認したと思ったけど、私たちの望みはあの子になりたい、つまり私たちの中のあの子じゃない部分は消していかないと。それはそうなりたかったんでしょ？そう思ったことはあった。けど、どんなに同じところが多くても、私とあの子は違う人間。それはもう変えられない。そうかしら。だって、あなたの名前は、あやでしょ？あの子と同じ。誕生日も同じ、血液型も同じ、生まれた場所も育った場所も同じ。違うところってどこにあるの？違うところ、あるとしたら何？違うところは体。私は病気にならなかった。そうね。でもどうしたんだ？私の血をうまく分ければあの子は治る。難しい手術じゃない。なのにどうして？見分けがつかない。その先生はいつもの先生じゃなくて。珍しい症例だったみたいだしね。でも難しくはない。ちょうどいい実績よね。確認はされた。でも違う名前を答えてしまった。そうね。だってそう聞かれたんだもんね。君があやちゃんだねって。目が覚めるまでに何があったかは知らない。知っているのはありえないことが起きたってこと。ほんとありえない、あってはならないこと。でも誰が一番悪いかって言ったら、そう名乗った。名乗ってしまった私、バカなことしちゃったなって本当に思うよ。先生も家族もバラバラになっちゃって、ただあの瞬間私はあの子だった。あの子になれるって思っちゃった。思っちゃったで終わるつもり？終わったことだよ。だからあんたももう終わってなんかいない。どういう意味よ。もうリナって名を呼ぶ人はいない。あなたはアヤになったのよ。まあそう呼ばれても
今更しっくりは来ないわね。あとはこの世に残るリナさえ消えてしまえば、今度こそ本当にあの子になれる。だから消えるの、消すの。リナという存在をこの世から。だからそんなのもう無理だって。待って待って、私のこと覚えてない。私？ほら、分かったでしょ。まだそこにいるのよ。だから消すの。すべてを思い出して、それから私の中にだけ残っているリナという存在を全部私は、あや。何言ってんだろ、私。そんな当たり前のこと。そんなことすら忘れてたんだね、あや。ほんと困った子ね。今までそう呼ばれて何とも思っていなかったのに、急によそよそしくしちゃって。何のことよ。とぼけるつもり？どうして邪魔をするの？ねえ、アヤ、どうして？あんたもそう呼ぶの？だってそうでしょ？今あの子どうしてると思う？あの子の手術はなんとかなったはずでしょ。元気になったかな。知らない。どうでもいい。嘘。私が一番気になるのはあの子のこと。どうでもいいなんて思えるわけがない。今はあなたが綾でしょ。そうね。ドールになってからの私、アイドルになった私は間違いなくアヤ。でもそれは世界に忘れられてから積み重ねた私。だからあの子じゃないのよ。通えてるかな、学校。病院からも見えてたあの校舎。私の友達とうまくやれてるかな。パパやママともうまくやれてるかな。どうだろうな。あんなにギクシャクしてて仲直りとかできるのかな。おじさんとおばさんが何とかしてくれてるから、まだ家のこと手伝ってくれてるのかな。あの場所から私のことだけがぽっかり消えてうまくいってるのかな。そんなこと今の私に関係ないでしょ。関係なくないよ。思い出しちゃったんだから。じゃあどうするのよ。あの子に会いに行くとでも言うの？どんな顔して会えばいいのよ。うん、でもそうかもね。それがいいかも。私たちが違ってしまったところまで戻ってみないと始まらないよね。あんたも来るでしょ。ここに綾とリナが生きていた場所、私たちにとっての禁域。いいでしょう。そこに行ってはっきりさせた方がいいわね。アヤとして蘇るために。そうね、はっきりさせた方がいいわね。私たちの中の感情を。マスター、ちょっと一緒に来てほしいところがあるんだけど、いい？じゃあ今度のオフの日の夜がいいかな。ちょっといい？
そう。ここに入院してたの。私の妹の、アヤって子が。会うつもりはないから、多分治ってて、もういないだろうし。でも、これってなんだろう。お見舞いでいいのかな。お土産とかはいらないからね。ただ、ついてきてくれれば。ちょっとわかんなくなってきた。また、その時ってことで。ごめんね。そう。ここに入院してたの。私の妹の、アヤって子が。会うつもりはないから、多分治ってて、もういないだろうし。あの辺か、あれ？それとも、もう一つ右だったっけ？いいの、いいの。だって普通、患者の個人情報知らない人に言わないでしょ？ああ、まあ、いっか。とりあえず、あの上から二番目の階のどっか、何度も来たはずなんだけどな。結構眺めが良くてね。通ってた学校も少しだけ見えるの。この入り口のところも結構見下ろしやすいのよね。私が来るところ見えてたってよく言ってた。ううん、ずっと体調悪いってわけじゃないし、たまに家には帰ってこれてたし。でも次第にずっと病院にいるようになった。その間、私は家に一人でいることがほとんどだった。うちは今思うと少し大きな家でね、たまにお手伝いさんとか来てくれて、私の相手をしてくれてた。パパもママもあの子も私に構ってる時間なんてなかったから。私は別に体調とか崩さなかったし、放っておいても大丈夫。そんなことよりも、放っておくと死んでしまうあの子の方についていてあげないと。みんな、あの子のためだった。あの子のことを考えてた。あの子が少し元気だとみんな嬉しくて大騒ぎ。でも、同じ姿の私が元気でも邪魔なだけ。ほとんど見分けがつかなかったくらいには、ね。だから、今してるみたいに片方だけ髪を結って周りにわかるようにしてたりとか。これも笑っちゃうのはね、逆にするとわかんなくなっちゃうんだよね。小さい頃は特に、入院して大きくなってからも。私たち自身は全然似てないって思ってた。入れ替わって遊ぶみたいなことはよくしてたな。服も取り替えれば他の人はもうわからない。初めて入院した時も入れ替わってた時だった。あの子は大変な状態だったから私が説明してたんだけど、余計混乱しちゃってすっごく怒られて、入院手続きの名前私の方になっちゃったり。その時くらいから私はあの子じゃない方になった。病気じゃなくて、おとなしくなくて、わがまま言っても怒られない方じゃない。私はあの子が羨ましくなった。病気でどれくらい苦しいのかはわからないけど、あの子なら、あの子だったら、視線が私に向けられることは日に日に少なくなっていった。その中心に私がいる日はきっともう来ない。私はどんどんここに寄りつかないようになっていった。他に友達を作って、学校にずっといるようになって、
二人でセットみたいな髪型もやめて、新しい友達に家族の話はしないようにして、私じゃない私を見る人を私の世界から減らしていった。でも気づいたの、あの子も消えかけていたことに。疲れ始めたの。いつまで経っても治らない娘に、何度も何度も病院に行く生活に、それがこれからもずっと続いていくことに。長い時間がパパもママも変えてしまった。二人は家にも病院にもいない時間が増えた。入院費用のために働いている。そういえば行かない理由になるから、どれだけ尽くしても何にも良くならない。何も変わらないままの現実を見なくて済む。でも家に帰ると私がいる。同じ姿で、でも病気にはなっていない私が。こんな面倒を抱え込まなかったとしたら、そんなあるべきだった生活を想像してしまう。私を見ると疲れてしまう。だから家に帰っても何も話さない。話してくれない。こっちから話しに行っても明日にしろって。直接は聞かなかったけど、そうだったんだと思う。何も言わなくなって、必要になるものはお手伝いさんに頼んだりしたし、お手伝いさんパパより年上くらいのおじさんとおばさんだったんだけど、会いに行ってあげてほしいみたいなことを何回か言ってたような気もする。私にも会いに行ってあげてって。本当はそんなつもりじゃなかったんだけど、近くにいてたら見えちゃったから。私髪型変えててさ、今いつもしてる感じに。それなのに見えたの、あの子の部屋の窓に私と同じ姿が。部屋はわからなかったのに姿が見えた。すごい遠くで判別できるわけないのに。気がついたら駆け出してた。部屋に入って見えたのは同じ髪型のあの子。私はあの子と同じに見られたくないからその髪型にしてたのに、あの子は私がそばにいると思えるからって。そう、名前は名前だけで分かれていた。だからそう名乗ればあの子になれた。あの子もやつれてはいなかったし、私たちを見分けられるのはいつもの先生かお手伝いのおじさんおばさんくらい。だからいつもの先生じゃなかったら。あの子に見えないように気をつけてたはずなのに、どうしてもその思いは消えなかった。私があの子だったらよかったのに、病気になってしまった方だったらって。あの子も同じことを思ってた。自分が私だったらよかったのに、病気にならずに済んだ方だったらって。私たちは私たちになりたかった。でも病気でないことを願うあの子に比べて、私の願いは歪んでた。歪んでてどうかしてた。だから起こるはずのないことをどこかで気づいてたはずなのに。でも良かったのは、多分あの子は助かったってこと。うなされててもそれは聞こえてた。勝手なこと言う大人の声も一緒にだけど、私の体の一部だったものもあの子の体のどこかで。おかしいよね。それが少し嬉しい気もする。でも分からなくなっちゃって。あの子が助かったのが嬉しかったのか、私の一部だけでもあの子になれて嬉しいのか。素直に喜べないなんて、私って本当に。
私の理由は歪んでる。歪んで、混ざって、綺麗じゃない。でもひどいじゃない？純粋に喜べないなんてさ。そうかな。そっか。そう言われるとそうかもね。分けて考えなきゃって思ってた。純粋な気持ちだと思いたいものほど。でも違うな。まだ分かってないみたい。前より不安じゃなくなったかな。ごめんね。今日は付き合わせちゃって。こういうとこにも来ちゃったし。前に言ってなかった？家族とか家族のいた場所に行くのは、みたいな。無茶してないでしょうね。みんな心配するでしょ？心配か。そっか。私も、そろそろ戻ろっか。夜も更けてきたし、みんな心配してくれてるだろうしね。金域からその記憶を奪還したのね。あなたは誰？私は、鏡里奈。綾は、私の妹。綾。あの子にもう慣れなくなってもいいの？あの子と違うものだと自分で認めてしまうの？認めるも何も、最初から違ったよ。みんなに見分けがつかなくても、私たちには。命に変えてでもそうなろうとしたのね。それは、自分の気持ちがわからなかったから。わからなくて、ずっともやもやしてた心に、無理やり意味を見つけようとしてしまったから、今も、わからない。私が、何を望んでいるのか。わからないのね。だったら、どちらと言い切らなくてもいいわよね。言わなければ、どちらでもあるし、どちらでもない。私たちがなりたかった私、そのどちらであることもできる。ずっとこのまま混ざっている。溶け合っていれば。あんたは、アヤになりたいわけじゃないのね。あなたも、どちらでもありたいでしょ？あの子になりたいんでしょ？私は、ドールズのアヤ。新しく積み重ねたものが今も私を変えてるわ。同じになんてなれないんだよ。私もあの子も変わり続けてたんだから。今もあの時だってそうだった。最初からずっと綾とはもうきっと手を取り合うこともない。綾と綾は違う未来に向かわないと。でも成り変わることに夢を見てた事実は変わらないでしょ？混濁した記憶と感情がまだそこにある。私にはわかる。まだあの子になれるって。何も悪いことじゃない。なりたい自分になるだけ。
それはあなたも望んだことなんだから。確かに望んだことだったよ。でもそれじゃ時間は止まったまま、私たちは先に進まないと。一人で歩き始めたその先の未来に。